マリ北部のキダルのウェルカムサイン。町名がティフィナグ文字とラテン字で書かれている。ティフィナグ文字、またはティフナグ文字は、ベルベル人の一部、特にトゥアレグ人によって、トゥアレグ語を書くために使用される、アブジャドの人揃いであり、また、アルファベット文字である。新ティフィナグ文字として知られる、伝統的文字から派生した現代の文字は、20世紀に導入された。日常的なコミュニケーションの手段としては広く普及していないが、ベルベルアイデンティティを政治的、象徴的に主張するためにしばしば使われる。ティファナ・アイルシムと呼ばれる、わずかに修正された伝統的文字は、限られた数のモロッコの小学校で、ベルベル語を児童に教えるため使用されている。ティフィナグイやティフィニグという単語は、プニックという単語女性複数と同源であると広く考えられている。つまり、女性接字のティとラテン語のプニカスで、ティフィナグはポエニノを意味すると考えられる。この文字の早期の形つまり、ハラティフィナグ文字、またはリビュコベルベル文字は、おそらくフェニキア文字のポエニの変種から発展したのであろう。ハラティフィナグ文字はおよそ前3世紀から3世紀にかけて使用された。東部と西部の2つの変種が知られている。東部変種は現在のアルジェリアのコンスタンティーヌとオーレス地方とチュニジアで使用された。この変種は特にチュニジアのドゥッカでのいくつかのヌミディアのリビア語とポエニ語で書かれた2カ国語の碑文の発見により最も解読された変種である。24文字のうち22文字が解読されている。西部変種はより原始的である。カビーリアからカナリア諸島にかけての地中海沿岸で使用された。13の追加文字を使用した。リビコベルベル文字は純粋なアブジャドであり、母音がない。調子音の印は書かれない。筆記は通常下から上、右から左だが、他の順番も発見されている。縦書きと横書きで、文字は異なる形をとる。ハラティフィナグ文字は、トゥアレグ語の伝統的な筆記手段として使用された。伝統的には単語の終わりを除いて母音の印をつけない。いくつかの地域では母音を示すためにアラビア文字の母音記号がティフィナグ文字と組み合わせて使われる。時折、Tagdal、村外語といった近隣の言語を表すためにも用いられている。上からアラビア語、ティフィナグ文字、フランス語が併記された看板上からアラビア語、ティフィナグ文字、フランス語が併記された案内標識新ティフィナグ文字とは、ティフィナグ文字の初期形態から派生した20世紀の文字である。これはアルファベットであり、左から右へと書く。フランス国立東洋言語文化研究所の教授、Salem Chakerが、新ティフィナグ文字の変更を提案した。最近まで重要で固い用途には活動家がラテン文字を好んだため、事実上このアルファベットで出版された本やウェブサイトはなかった。しかしながら、象徴的な用途にはとても普及しており、異なる文字で書かれた多くの本やウェブサイトが、ロゴやタイトルに新ティフィナグ文字を使用している。モロッコでは2003年にラテン文字とアラビア文字の主張に対し、新ティフィナグ文字を導入することにより、国王が中立の立場を取った。結果として、本がこの文字で出版され始め、いくつかの学校で教えられた。しかし、多くの独立ベルベル語出版物は、ベルベルラテン文字を使用して出版されている。モロッコ国外では、公的な地位はない?皮肉なことに、1980年代や1990年代では、モロッコ国はこの文字を使用した人々を逮捕し、投獄していた。アルジェリアでは、ほとんどすべてのベルベル語出版物は、ティフィナグ文字ではなく、ベルベルラテンアルファベットを用いている。リビアでは、カダフィ体制は、店のディスプレイや旗といったような公的な文脈での、ベルベルティフィナグ文字の使用を一貫して禁止していた。最近のリビアの体制転覆の後、国民評議会は、ベルベル語に対し、開放性を見せた。カタールに、本拠地を置く独立反体制派EN。リビア TV は、ベルベル語やティフィナグ文字をいくつかの番組に導入している。アイルシムのティフィナグ。33文字からなる。上記、基本、拡張などの分類は、アイルシムの採用文字種を中心としたモロッコ中心の区分である。ティフィナグ文字はユニコードスタンダードに2005年5月にバージョン 4.1 のリリースとともに追加された。ティフィナグ文字のユニコードのブロックは U2D30U2D7 回。灰色部分はコードが割り当てられていないポイント。アイルシムは無料のユニコードフォントTifinagh Ircamユニコード他を配布している。収録文字種はアイルシムのTifinaghを中心としている。別の組織からはハッパックスバーベリーなどのフォントも配布されている。こちらもユニコード互換のフォントでトゥアレグ系の文字、アイルシム以外の新Tifinaghの文字などユニコード未収録の文字も外事領域に多数含んでいる。ありがとうございます。